名古屋対東京、こちらの一戦をお届けいたします。はい、FC 東京戦前日前夜ってことで、ちょっと東京戦をエキシビジョンマッチで1試合やっていきたいなと思います。コンディションは晴れの現地です。ゲームでいい感じで1試合終えて明日の試合に備えたいなって感じです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。明日は現地行くんで、行かれる方はよろしくお願いします。名古屋対東京エキシビションヘッド、いやー弱い、ヘディングでした。絶好のチャンスでしたけどもね。明日は丸山と米本が、名古屋がこの試合最初のシュートを打ちました。フルス対戦ですね。いやーきつい。都内に家買った米本、家帰るんですかね明日の。やばいやばい試合後。チャンス抜けた、抜きシュート。でも久保見るの生で見るの初めてだから結構そこ楽しみですね。裏のスペースへ。いやー弱いな。久保とマッチアップするのが吉田豊ってことで、うん、楽しみですね。大森さんに国内屈指のサイドバックって言われてるって評価されてるぐらいだし、これは奪い返します。負けたくない。さあ右へ預けて抜けてくる、上げる、アウトまで来た。あー、いやめっちゃありそうこの形。ピンポイントで合わせてきましたが、このヘッドは決まりませんでした。まあサイドをねうまく使った攻撃なんですけども、うん、ボールの出所、はい、そして決定的なシーンを作り出すこと。でも現地観戦明日が今シーズン初なんで結構楽しみですね。名古屋入ってもおかしくない決定的なシーンがありました。今までトス、オデ、大阪で名古屋 と、 ちょっと東京済みには厳しい試合日程だったんで明日楽しみです。いやでも東京相性良くないからな、マジで負けたないな。いやどこを使う相馬。前半17分を経過。前半この時間帯両チームともにまだゴールを生まれていません。あー長い、出ましたね。アジスタってなかなか見にくいですよね。これをカットします。その観客席とピッチの距離が遠いから。あやばい、久保スルーパス。あれはなかなか、いやー強い。あーナイス。東京先ほども同じようなシーンがありましたがゴールなりませんでした。やっぱりこういった自分たちの時間帯に、あと東京はあの前線の、うん、大事になってますからね。誰だっけ、オリベイラじゃなくて新しく入ってきた、逆に危なかったですね。こんなチームの相手の時はジャエウみたいな選手、あれなかなかのフィジカルモンスターかなと思うんで結構怖そう。高萩今のは注意だけだったようですね。そうですね、丁寧にいかないと次こそカードもらっちゃいますからね。泉ってこの辺からのシュート結構多いよね。いやーファインセーブでしたね。いや素晴らしいですよね、ファインセーブですよね。東京も開幕してから2勝1分けとなかなか調子いいから一人で持ち上がっていく、怖いな。やばい、もう30分になろうとしています。いいんじゃない、このパスジョ来た。あー今度は集中力いいですよ。大森スルーパスを出す。こういうとこなんだよね、まだ今はちょっと緩いけど名古屋が前がかりになってるところにこの後ろに空いた広大なスペースにロングボールパーンと投げてで長いオリベイラあたりの超高速カウンターたちがやってくるっていう。いや長井が本当に怖いね。しかも長井フルス相手にゴール決めた後のゴールセレブレーションがマジでうざいから。
裏のスペースを狙う。あの去年のあのゴールセレブレーションマジでうざかったな。まあ、名古屋に行った時は確かにいい選手だったけど、来た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 、アイスー。いや体強い。もうここしかないというコースをきっちり決めてきます。やっぱ女王ならではだ、この体の体張って体勢、自分の蹴りやすい方向でボール持ち替えてからの、やっぱ赤崎とかとはタイプの違うフォワードって感じ。多少余裕が出てくるんですけど、そのゆとりをどうプレーにつなげていくか。さあ前半はもうそこまで攻め急がなくていいから 1-0 で試合を終えたいな。あっ、そこは違う。いいプレッシャー。オッケー。ガブリエ、まあ、ゆっくりボール回してつないでこう。裏へ届くか。オッケー、前ですね。いいんじゃない。あー、でも最近前田出番がないけど、どんな気持ちなんかな。いや、なんで前田出れてないんだろう。前半終わりの笛を吹きました。45分間戦って1-0。まあそりゃあんだけ前線が豊富だし、まあ誰かが出れないのはしゃあないけど、でこれでそろそろマテウスが復帰してくるわけでしょ。マジでやばいよな。名古屋対東京、名古屋1点を先制して後半を迎えます。で夏には青木が戻ってきて、マジで青木早いとこ戻ってこないと出番がなくなっちゃう。吉田、今日ワンアシストです。大きく縦へ、いいんじゃない。置きましたよ。自分で行く、来た、シュート。うわー、オフサイドか。オフサイドです。飛び出しがちょっと早かったようです。ジョー、ギリギリのところでしたけどね。森重、チャンヒョンス。東京のスタグルは何が美味しいんかな。あんまりなんかいつもゴール裏で応援してるから、吉田、まあ、スタグルとか買いに行ってないな。ああいうの食べながら本当は見てみたいんですけどね。明日は座ってみようかしら、スタグルを食べながら。この後の展開、北澤さんはどうご覧になりますか。まあ、この入り方もそうなんですけども、大事なのは次の1点ですよね。いや、なんか地方のスタグルとかだったら、そこの地方の特産品とかで分かるけど、マジ東京のスタグルって何なんだ。東京でうまいもの。大きく前線に入れます。泉、ザスパ行った時はあの鶏飯がうまかったな、群馬名物の。なんだっけ、鳥平だっけ、鳥平って読むのかは知らんけど、あれは群馬住みの友達に教えてもらって、群馬行くんだったらここマジで食べるといいよって言われて。いやー、 OK。 いや、カウンター怖い怖い、どんどん人が来る。これは繋がりません。一回クリアしとこう。長いボール縦に入れます。いや、ジョーはここでマジ体張れるからいいんだよな。いや、裏へのスルーパス、いいぞ。いや、頑張れ。東京一旦クリアで落ち着かせます。戻します。詰められましたからね。リズム、ここで前を向けるか。いいんじゃない。サイドのスペースへ走らせる。抜けてくる。さあ中上いるよ。いやー、惜しい。あと50センチ。スペースへ出す。いけるか。裏のスペースへ。東京としてはこのやり方を続けていけばいいと思います。オッケー。あ、吉田豊もう疲れてきてる。はい、積極的に行きたいですね。
これはどうやら、いや、このタイミングでじゃあ吉田を変えるか。吉田下げて、かなえ、泉も疲れてるな。こういうタイミングで前田入れてくるよね、風間監督って。で、いいかな。じゃあ、ちょっと最近のトレンド、シャビエルこっちにして、アーリアをセカンドトップ、よし。個人的にアーリアセ、フォワードはめっちゃ好きだから、ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。名古屋としては頑張ってほしいな、明日。ないんですよね。あ、てか明日アーリアもフルス対戦か。非常に難しい時間帯ですよね。抜けてくる。でもやばい、あぶねー、やばいやばい。前田アーリア東京時代のちゃんとこの前歌ってもらってたよね。やばい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 。裏を狙っていきます。あー、助かった。さあ頑張れ、ドリブルで上がる、中持っていって誰かサポートサポート。いやー、いいんじゃない。でもクリア弱いよ。ここはすぐ奪い返します。名古屋これ仕掛けるか、つながります。オッケー、キーパーと1対1、ナイス前だ。いやいいね、久しぶりに前田のゴールが見たい。去年めっちゃ見たけど。一歩抜け出してパスを受けてのゴール、見事なタイミングでした。最後のスーパス、縦に入れたボールもね、明日また相馬はスタメンかな。ってかさっきのゲームのスタメンと同じかな、明日のスターティングメンバーは。先ほど投入されたばかりですが、早くも監督の期待に応えました。宮原、丸山、中谷も交代直後に決めることができたので、ここからいい形で試合に入っていけるんですよね。で、シミッチ、米本、さらに1点を追加し、で、泉、相馬、シャビエル、城としては非常に大きな得点ですね。無理にいやー、そこはいかんか、あかん、シャビエルがもう疲れてる。しかも2点差で勝ってるからそこまで頑張らなくていいんだけど。いや、カウンターを仕掛けていきます。抜けた。いや、いいね。ただアーリアはここじゃないんだよ。いやー、縦へのボール、足元、明日の得点は誰かな。もうこれいいでしょ。なんか PK でジョーが取りそうな気がするんだよね。東京、ここで選手を変えるようです。 PK でまたジョーがいつものごとく右下、右下に蹴って、いい展開ですねっていうなんか気がする。ジョー、さあ持っていく。あ、いいんじゃない。もう前田まっすぐ持っていっちゃう。これいいぞ、いけ。いや、詰まった、持っちゃった。いや、今ダイレで蹴ってよかったな。いや、よく取れましたね。いや、でもこれ終わりっしょ。ワンチャンもう1点勝った。いや、明日もこんな感じで終えれたらいいな。北澤さん、本日の対戦何かコメントございますか。感じでご視聴ありがとうございました。明日13時半、名古屋グランパス応援しましょう。バモス名古屋。ありがとうございます。